ヒーロー&子どもチャンネル。はい、皆さんこんにちは。今回はこちらですね、仮面ライダーギーツ&ガッチャード特集をねやっていきますよ。今回は仮面ライダーギーツやガッチャード関連のねアイテムを一気に紹介していきたいと思います。はい、じゃあ最初はね、仮面ライダーギーツからいきますよ。まあ、ギーツノーマルフォームなんですけれども、まあ、変身はこちらのデザイアドライバーと、一応、まあ、いろんなフォームがあるんですけどもね、ノーマルフォームはこちらのマグナムレイズバックルとブースト、こちらのマグナムブーストでいきたいと思います。では変身いきますよ。まず電源。じゃあレイズバックル刺していきます。いきますよ。変身。ですね、これで仮面ライダーギーツのマグナムブーストノーマルフォームですね、変身完了ですね。さらに必殺技いきます。もう一つ。ですね、こちらがね仮面ライダーギーツのマグナムブーストでした。はい、じゃあ次はねこちらのギーツライドウォッチですね。ライドウォッチは仮面ライダージオウに出てくる、まあ、変身アイテム、パワーアップアイテムで、こちらのね時空ドライバー、あとはねこちらのジオウライドウォッチもね使っていきます。でまずウォッチの方ですけども、こちらがくるっと回りますね。2022って書いてありますね。でくるくる回してギーツの顔が出てきます。ボタン押すとギーツ。願いのためにデザイアグランプリを勝ち抜くキツネのライダーギーツだ。多いですね。願いのためにデザイアグランプリを勝ち抜くキツネのライダーはギーツだ。いいですね。では変身もいきますよ。いきますよ、変身。いいですね。レディーファイターというのも分かったですね。では必殺技もいきます。タクティカルタイムブレイクでしたね。というわけでこちらがギーツライドウォッチでした。はい、次はこちらですね、仮面ライダーギーツライドケミトレカですね。まあ、ケミトレカはガッチャードの変身アイテムね、カードとねこちらガッチャードライバーで変身するんですけども、まあ、1枚では変身できなくて2枚使って変身していきます。でギーツの場合はこちらですね、ジーンですね、こちらのカード、この2枚で変身をしていきますよ。ではいきます。じゃあギーツから、そしてジーン、いきますよ、変身。のーですね、ジーンギーツでしたね。必殺技もいきます。仮面ライダーフィーバーでしたね、かっこいい。
というわけでこちらがねギーツライドケミートルカでした。はい、じゃあギーツ最後はこちらのギーツゴチゾーですね。こちら今やってる仮面ライダーガブの変身アイテムで、こちらのゴチゾーと変身ベルトガブで変身をしていきますよ。ではいきます。よし、ですよ、変身。やっぱめちゃくちゃいいですね。さらに必殺技もいきましょう。いやー、いっちゃめちゃくちゃいいですね。というわけでこちらがねギーツゴチゾーでした。はい、次は仮面ライダーガッチャードですね。ガッチャードは先ほどのねギーツのカードの時にもね紹介があったんですけれども、2枚のこのライドケミートレカを使って変身していきます。でノーマルフォームの場合はこちらのホッパー1とスチームライナー、こちらの2枚を使って変身していきますよ。ではいきます。まずホッパー1。そしてスチームライナー。変身。ノーですね、スチームホッパー。さらに必殺技もいきましょう。チームホッパーフィーバーでしたね。いいですね。さらにもう一つ、こちらねガッチャードライドケミトレカもあるんですよね。でこちらはもう一個のねギーツですね。こちらのカードとこういう合わせてね変身ができるので、こちらも一応やっていきたいと思います。まずガッチャード、仮面ライダーガッチャード。そしてギーツ、いきます、変身。まあこちらはギーツガッチャーだっていうだけですけれどもね、いいですね。それでも一応必殺技もいきましょう。スペシャルフィーバーでした。というわけでね、こちらが仮面ライダーガッチャードのノーマルフォームでした。はい、じゃあ次はねガッチャードライドウォッチですね。こちらもいいですね。モースト2023、いいですね。手ボタンしますよ。ガッチャード、ガッチャードだ。ケミーをガッチャ、カードを使って戦う錬金術師のライダーはガッチャードですね。では変身いきましょう。いきますよ、変身。ああ、いいですね。ライダーって出てましたね。必殺技もいきます。
なおですね、リバータイムブレイク。というわけでこちらがガッチャードライドウォッチでした。はい、じゃあ最後ですね、最後はこちらのガッチャードゴチゾいきますよ。セットしていきます。いきます、変身。いやー、やっぱりごちそういいですね。さらに必殺技もいきます。ガッチャード強いですね。はい、というわけでこちらがガッチャードごちそうでした。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、ギーツ&ガッチャード特集をやっていきました。まあライドウォッチもね、いいんですけども、やっぱりね、ごちそうがめちゃくちゃいいですね。今回レジェンド系のごちそうめちゃくちゃハマってます。というわけでね、またね、他のライダー系のね、レジェンドライダー系のごちそうもね、どんどん集めていきたいなと思います。では次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。